はい、オメガのロイヤルアーミー、まあ、第二次世界大戦中の運用時計ですね。オメガも何種類か軍用時計はあると思うんですけれども、ちょうどここにサンプルであったのを見ると、ロイヤルアーミー第二次世界大戦中のモデルで、なんかアルファベットのこのあれですね、 Y っていう数字が頭に入るシリアル番号があるんですけど、これがオメガのシリアル番号で、このシリアル番号の Y っていうのがオメガなんですけれども、まあ、この番号アルファベットですね、これ持てるのは10社にも満たなかったって今井今朝春さんの本にも書いてあるんで、まあ結構、まあオメガに限らずですけど、まあ優秀なメーカーインターとか、やっぱりそういうのはチャガルクルトとか独自のアルファベット番号を持ってたんですね。はい、でこれステンレス製のケースですね。で30ミリキャリバーの、15石の機械が入ってるんですけれども、で裏蓋ですね、やはりこのブロードワードの入った、シリアル番号が入っている裏蓋になってます。スクリューバックのケースです。で開けますと、これインナーベゼルが入ってないですね、はい、インナーベゼルが入ってなくて、剥き出しのケースですね。まあ、このオメガの機械ですけれども、まあ、通常オメガはあのメッキしてありますよね、金メッキの機械なんですけど、これ金メッキも何もしてないですね。やっぱり軍用時計に装飾は必要ないということなんでしょうかね。手巻きの30ミリキャリバーが入ってます。メッキのない機械ですね。でこれが裏蓋なんですけども、他のメーカーに比べてオメガはちゃんとあのオメガの刻印も入ってるんですね。ブロードアローももちろん中に入ってるんですけども、それはオメガの刻印の下に入ってます。で裏と表、やはりあの軍用の規格で、裏表両方に刻印を打てってなってるんですよね。でこれにもやっぱり入ってますね、はい、今回非常に興味深かったです。開けてみて、でこれがブラッカーですね。もちろん番号も同じ番号が刻印されています。ちょっと機械見てみましょう。手巻きの30ミリキャリバーです。オメガの中ではこの30ミリキャリバーっていうのは大型の機械で、非常にメンテナンス性もいいですし、またあの添付も大きいので、まあ、精度も出る機械ですよね。まあそういう機械が入ってますので、まあ、当時としても非常に信頼を置ける時計だったと思います。調整すれば10秒20秒というクロノメーターぐらいの精度は出たんでしょうね。10秒以下で、はい、でこれがリューズがちょっとあのオメガのリューズついちゃってるんですけど、これ買った時から多分ですね、後にこのオメガのリューズに変えてあると思いますね。本当は何にもこうオメガのマークもついてないリューズなんですね。もっとちょっと大きめのやつですね。でまあ何年か経て修理とかしている間にこれは変えられてしまったと思います。はい、オメガでした。